こんにちは、機械ネクロです。そして私は機械ダパンです。なんか YouTube のアイコンがバグってて困ってます。こんな感じです。もともとはインフレドラゴンの動画を削除した時に削除できなくて、何度か削除行動を起こしてたのが原因だとは思ってる。でも結局削除できなくて諦めつつ別の動画を投稿しようとしたら、それもなぜか投稿できず、なんなら再生リストまで消えてるします。結果的にその部分はサーバーの処理がまだ削除で止まっていて、時間を置けば大丈夫であろうという判断で正解だったんだけど、なぜかその後にアイコンがグレーに変わって、最終的に私の設定したアイコンじゃなくなるという、わけわかんないね。パスワード関連の流出も一応は疑ったんだけど、調べても他からログインもされてないし、漏洩チェックみたいなのにも引っかかってない。そもそも2段階認証でスマホで許可しないとダメな設定だしね。謎謎すぎる。そして一番困ったのがアイコンが熊吉であるということ。なぜ無駄に熊関連でバグらせてくるのか。これが鳥とか魚とかなら 100% 私に関係ないんだけど、なぜ熊なのか。そこだけが消せない。もしこの中に熊吉のアイコンを使用した視聴者がいれば解決なんだけど、いない場合は原因不明の密室殺人レベルで謎。困ったね。被害があれば全部処理できるんだけど被害もないし、パスワード変更だけで無事に終わればいいね。あとはアイコンを別のに変えて反映されるかチェックくらい。だからもし急に投稿できなくなったらハッキングされたと思ってね。それが私のラストワードだよ。そんなこんなで今回は機械ネクロの実況をしていきます。正直追加されたカードに直接的なシナジーカードはないんだけど、ネクロマンスを貯めやすかったり、最短とは違ったドローのしやすさで使いやすくはなっているって感じ。ニコラも別にニコス4点で使っても多分火力が足りるんじゃないかな。ゴーストで削れるからね。なんなら4点で使った方がいいのかな。回復型環境だから相手によるかもしれないけど、ネメシスとかダメかでリーサルを逃れてきたりするからね。そう考えると20も一気に消費して4点よりは普通に4点の方がお得だよね。機械ネクロは必殺が多めだから処理もしやすいし、破壊されればアドにもなるから今の環境には合ってるんじゃないの？まあ合ってたとしても有利はありえないから関係ないか。振りすぎるってこともないけどね。そもそも振りなんて故障1枚うまく起動すればなくなる。故障信じなさい。これも4点入ってるからこそのリーサルです。この腕。あとは任せる。少し本気でぶっ飛ばす。故障信じなさい。ちなみにデッキはこんな感じ。機械ネクロに有能なカードを入れ込んだ形だね。やっぱりミーノの墓地プラス1は有能。気がついたら20超えてるからね。あとはアディショナルで謎に機械カードが追加されたら一気に派遣だよ。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。